今日は5月3日連休で大変お客様でにぎわっている今松代城姉妹です。六モンキーのエッサもお客様をお迎えしております。エッサ頑張ってね。さてこの駐車場には松代マルシェということでいろいろなお店が出店しています。まず長芋が並んでいそうですね。こんにちは。こちらには清野の長芋がたくさん並んでいます。お客様はどういかがですかね。たくさん見えます。ぼちぼちですか。はい、午後期待してます。そうですね。はい、どうも。はい、さあこちらはどんなものが並んでいるんでしょうか。お菓子もありますね。角屋さんのお菓子や大当たりさんのお菓子も並んでいます。はい、じゃあこれね。はい、入れました。ありがとうございます。こちらにははい、ありがとうございます。スタヤさんのお菓子も並んでいますね。ありがとうね。はい、何一つ取られるかな。こちら、はい、こちらは松代セレクトショップだそうですが、お客様はあれが入ってる、声が入るわけ、はい、今こちらは、松代テレビの、動画で撮っておりますのでインタビューにお答えください。はい、こちらはどんなものが並んでいるんでしょうか。これはね、松代の名産品ですね。はい、お菓子とか、はい、あとあんずの加工品だとか、はい、まあ、いろんなもんで真っ白で、できたものを最優先で売っております。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、真っ白の真っ白焼きもたくさん並んでますね。はい、あ、これは何でしょうか。これは大和芋ですね。大和芋、これ どこさんですか。これは西寺さんです。西寺さん、素晴らしいのができるんですね。私が掘ったんです。本当ですか。作ったのは別の人だけど、ええ、西寺で作ってるんですよ。ええ、ええ、すごいのができるんですね。掘るのは私なんです。掘るのは私、はい、大島さんでした。はい、あ、こちらには安蔵コアがあります。安蔵コアは、はい、やってください。さあ、作った方お願いします。はい、安蔵コア、はい、はい、松代の安蔵使った美味しいおコアです。はい、甘酸っぱくて、はい、さっぱりしてて美味しいです。はい、どうぞ召し上がってください。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はまた頑張ってたくさん売れるといいですね。はい、さあその南側には、はい、はい、ちょっとお店の名前が大変難しくて、どうぞこちらは、はい、どうぞ。動画でしょ。動画、そうなんです。はい、どんなものが並んでいるんでしょうか。はい、卵パン、卵パン、はい、それからその他お菓子です。その他お菓子ですね。はい、こだわって作っているものってことですか。です、ね、あ、そちらがね、はい、あ、そうですか。はい、ありました。いかがですか今日朝から売り上げは。ぼちぼち、まあ、ぼちぼち、ぼちぼちです、ね、はい、夕方、頑張ります。はい、頑張っていただいてお願いします。はい、大変お客様も似合ってきましたけれども、実はここはシャトルバスの駐車場発着所になっていまして、大勢の方が自家用車で来てシャトルバスで善光寺へ行くということになっています。でこちらは J グリーン長野さんのお店のようです。はい、J グリーン長野さんですから、じゃあお米ですね、これは ね、 そうですね、こだわったお米なんですね。はい、はい、はぜかけをしたお米、天日干しの、天日干しのお米ですね。はい、はい、どちらさんですか。これはどこのさんですか。これはどこだろうな、新興、新興の、あ、うん、そっちの山の方ですね、はい、そっちの、はい、あとじゃあこちらは、そちらは川中島でやってます、ジュレですね。はい、そちらになるブドウですとか桃をシロップにつけた食べやすいものですね。はい、はいはい、ありがとうございます。こちらにはあれですね、なんか新鮮なものが並んでます。そうですね、もう朝採れたてのアスパラですとかキュウリ、はい、こちらはこの通り、
あ、そうですね、ございますね。新鮮のようですね、はい。こちらのリンゴもありますけど、はい、こちらに書いてある通り CA 貯蔵という酸素を抜いた状態で貯蔵してあったものを今この春出してきたものですので、はい、みずみずしくて非常に美味しいものになります。はい、ありがとうございます。リンゴの種類は、いや、サンフジと、そうですね、フジとゴールドですね。ゴールドね、はい、ありがとうございました。あと山菜わさびとかですね、はい、はい、こちらにも長芋がありますね、はい、はい。ではお隣、こちらは蔦屋さんのお店のようですが、はい、蔦屋さんのこれなかなか有名ですよね。はい、松代せんべい。はい、松代せんべい。はい、わ、はい、かります。ね、はい、これは今回ちょっと新しいですね。え、そうです。ご神木パイですね。今回のためにきっと作られた。作ったんです。そうですね。はい。あ、そうだ。おやきもあります。おやきもね。はい。そうですね、はい、蔦屋さんのお店でした。さて。こちらは観光案内所となっています。たくさんのパンフレットが並んでいますし、こちらでは作業をしておられる方が、こっちの作業です。はい。これは違うの。こちらは、ボランティアで当番を決めて毎日、お客様にパンフレットを渡したりということをしていただいています。はい、ありがとうございます。こちらにはポイさんがいました。さて、今日はお料理屋さんも出ているようです。お料理屋さん、はい、あ、はい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 、今日はお客様がたくさん見えて嬉しいですね。そうですね、はい、どんなものを差し上げてるんでしょうか。ちょっと見させていただきます。あ、本当だ。このアスパラは茹でてあるんですか。茹でてあります。マヨネーズ持ってきてるの。あ、そういうことなんですね。はい、とリンゴと、とリンゴとセリ、うん、これセリなんですか。これごぼう、ごぼうの、うん、ごぼう、干し柿、干し柿、アスパラナ、アスパラナのごまえ、野沢菜、野沢菜、へー、本当だ。美味しかったですか。たくさん召し上がってください。はい、ありがとうございます。今日のシャトルバスはアルピコですね。長野電鉄とアルピコが交代で、土日祝日シャトルバスを運行しています。今日は松代城跡の駐車場も結構満車に近い状態になってきているでしょうか。バスは15分間隔で出ているようですけれども、今日のお客様の乗車状況はいかがでしょうか。すいません、はい、今日の待ち、あのシャトルバスのお客様の乗車状況はいかがでしょうか。今日は昨日よりは多いですね、はい、現時点で、400、このバスを含めて450人ぐらいなので、100、110から120ぐらい、昨日より多いですか。多いですね。あ、確かに、あの駐車場も昨日なんかと比べると、うん、結構ね、いっぱいになってます。私の駐車場はそういう状況です。そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい。おかげさまでこのようにたくさんの車が止まっています。ほとんど満車に近い状況になっているでしょうか。まもなく前方席のシャトルバスが出発いたします。まもなく前方席のシャトルバス30分発が出発いたします。ご利用のお客様、乗車券を買い求めの上バスまでお回りください。まもなく出発いたします。これで善光寺へ、買って、はい、こちらで乗車券を買っていただいて、シャトルバスは長野市街地まで集合時間が約45分ですね。皆様ですか。はい、どうぞ。長野からは
5時が最終便となっているようですが、こちらから出発するのは3時半が最終便です。どうぞどうぞ。結構たくさんのお客様が乗ってこれから出発のようです。はい、ではバスご利用の方にご案内いたします。このバスは全校式のシャトルバスになります。このバス疲れましてですね、降りたところから全校式さんまでは表参道を900メートル歩いていただくような形になります。本日は、こちらお止めいただいた駐車場は松代駐車場でございますので、お帰りの際は松代駐車場行きのシャトルバスにお間違いなくご乗車いただきますようお願いいたします。またそのシャトルバスの本日最終は17時となっております。お買い求めいただいた乗車券の裏にも注意事項が書いてございますので、一度目の方を通していただきたいと思います。それでは行ってらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃい。皆さんはこれから全校で向かわれます。ほとんど満車でしたね。ちょっとね、駐車場数まではちょっと、いや、あの満車じゃない、あの今バスに乗ってましたね。お客様ね、満席って満席が満席でしたね。はい、はい、ありがとうございました。今日3日は今まで以上にお客様が、松代の駐車場を経由して全校で向かっていただいているようです。